どうも不動産屋の店長です。今日はですね、とある退去したお部屋のですね現状回復についてお話をしてみたいと思います。いわゆる、借主の方に向けての動画になります。こういったケースの際にはいわゆる経年劣化の部分に含まれない、つまり借主の負担になるケースが多くなってしまいますよというところのお話になります。では早速お部屋の中見ていきたいと思います。まあもちろん全てが全てお客様のせいではないかもしれないんですが、その点については入居前にですね、管理会社様もアホではないと思いますんで、事前にですね、修繕を直してない箇所についてはチェックしている可能性もありますので、そういった点も踏まえた上で皆様が後々トラブルにならないように、気持ちよく、管理会社様と、オーナー様とのですねご縁が、切れるようにですね、ポイントとかお話してみたいと思います。はい、失礼しました。はい、最近ちょっと咳込んでしまうケースが多くなっております。決して体調が悪いわけではないです。おそらくアレルギーの一環ではないかなと思います。はい、サムネにも書いた通りなんですが、まず、この部屋全体ですね、はい、もうお分かりになるように、間違いなく、吸ってました。はい、吸ってます。タバコですね。はい、なので、もう分かるんですよね、元の色と今の色ですね。はい、分かりますかね。これが元の色に近い状態ですと。で、それ以外がもう分かりますか？これお部屋全体も黄ばんでしまってるんですよ。黄ばんでしまっている。はい、つまり、この状態については一番厄介なのが天井もですね全部行き渡ってしまっているんですよ、黄ばみが。はい、この場合はですねやはり現状回復費用がかなり高額になる可能性があります。はい、もちろんですね、そうなってしまった場合はもちろんですね大家さんの配慮等もあるかもしれないんですが、まず非常に厳しい金額が請求される可能性がありますので、その点については、十分お気をつけください。はい、またですね、現状回復費用を払えないというところのケースが出てくるとはもちろん思うんですが、皆さん、保証会社ですね、これ加入している可能性が高いと思います。保証会社ですね。はい、でこの保証会社っていうのは家賃だけではないんですよ。家賃だけではない。はい、まあ何かというと、実際にですね現状回復費用というのももちろん上限はあるんですが、これも建て替え請求はできてしまうんですよ。はい、つまり、オーナー様管理会社様の方にて現状のですね、写真であったり賃貸借契約の提示などをした上で保証会社は、現状回復費用の建て替えさえも行うことができるんですね。はい、じゃあその後どういうことになってくるかっていうと、借主の方というのは保証会社における、債務のですね請求というものが発生します。はい、じゃあそれの支払いが遅れる場合によってはできなくなるとどういうことになるかっていうと、いわゆる訴訟になるんですよね。はい、退去は終えてるんですが現状回復費用に対する支払いと遅れ、場合によっては支払いの未納における催促になってしまいます。はい、このケースで、数多くの保証会社様は、所定の弁護士様と契約しているケースが多いので、間違いなく然るべき手段を取ってくるケースが多くなっております。はい、なので、こういったですねお部屋については極論ですね、まずはトラブルがないようにまずはご自身たちで、一般的な生活の支障のないもので、住まわれるっていうことが一番大事かなというふうに思いますと。そしてですね、ここなんですよね、これ。はい、黒ずみなんですよね。はい、これもちょっと近く行きますか。よいしょ。拡大。はい、おそらく水ですね。水系ではないかなと思うんですが、これ正直、こすったら落ちる場合と落ちない場合とがあります。はい、
これは本当ケースバイケースなので、おそらくまあ通常のですね強化清掃などで、落ちるケースもありますし、これが油汚れとかであったり、本当にフローリングが、腐食ですね、腐ってくるっていうケースも中にはあります。はい、そうなってくると、これはですね、本当に張り替えをしなければいけないというケースになりますので、このぐらいのものであれば、例えばの話、退去前に自ら頑張って、清掃するとか、そういった対応することによって余計な費用負担を取られないという可能性もあると思います。はい、でおそらくこのケースからすると、さっき足跡らしき模様も見えたんで、私が推測ですね、ちょっと古壇っぽくやりますね、僕が推測するにはですね、おそらくここですね、お風呂出ました、出たまんま、おそらく足拭きマット等はほとんど使ってなかったんではないかなと。はい、でその状態でおそらく、いろいろ徘徊とかを、いわゆる素足とかですね、そういった状態でしていた積み重ね、かつ清掃をしていなかったというところで、おそらくこのような結果になっている可能性もあるんじゃないかなというふうに思っております。はい、これはあくまで憶測ですね。はい、ということでですね、こういったところもですね、ぜひ気をつけていただけたらいいなというふうに思いますと。はい、あ、そうですね、これがいわゆるこことか、これ元の色ですね、わかりますかね。はい、失礼しました。はい、元の色で変わった色ですね。はい、あとはキッチン周りとかはそんなに汚れてなかったとは思いますね。はい、であとですね、こういうテープ、これ全然問題ないです。はい、おそらく新居の時から剥がし忘れではないかなというふうに思いますね。はい、あとですね、ちょっと気になったのがこういうところですね。はい、覗き穴ですね、覗き穴、これこの部分壊れてしまっているんですよ。はい、はい、ここですね、ブラブラ、これしっかり本来はこうなってて、はい、っていうところなんですが、はい、この辺は入居者様がやってしまったのか、もしくは最初からこうなってたかっていうのがよくわからないので、こういうところは必ずチェックしてもらった方が良いなというふうに思いますと。はい、というところですね。はい、本当にですね、最近特にこの喫煙等におけるクロスのトラブル、特に修繕費を支払いできないトラブルっていうのは、数多くですね見受けられていますと。消費者生活センター等にもご相談する方もいるんですが、基本的にはあくまでこれは借主のですね、負担になってくるっていうのが、通常考えられるケースになりますので、ぜひぜひですね、あくまでお部屋を借りてる身ということを踏まえた上でお気をつけいただけたらと思います。今日の動画は以上にしたいと思います。一応、またですね、こういうお部屋に関わるトラブルについての話も、今後提供できたらというふうに思います。いつもご視聴いただきありがとうございました。